はいどうも、あゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。今日はですね、千葉県の方へ撮影行ってまいりまして、今帰ってきたところなんですけれども、今日はね、ある YouTuber の方とまあコラボしてきたわけなんですけれども、まあ後々わかるということで、それはで、そのある YouTuber さんと撮影の合間にですね、久々にテニスの練習をしまして、もう足がボロボロなんですけど、なんか最近エンターテインメント向けのソフトテニスの動画を上げてたんで、まあ久々にたまにはね、真面目に練習してるあゆ太郎の姿をお見せしようかなと、まあちょっとカメラ回してたんで、まあぜひぜひ参考になるかわかんないんですけど、見ていただけたらなと思いますので、ではどうぞ。いかがでしたでしょうか。たまにはこういったね、真面目な動画も上げようかなと思いつつもね、まああゆ太郎チャンネルはね、もうふんわりクスッと笑えるような動画がメインなのでまあこれからも変えるつもりはないんですけど、あ、そうそう、そんで最近ね、こう僕がソフトテニスの動画をちょっといっぱい上げてるんですけど、もしね、まあ見てて、まあね、真面目にやってる方とか見てて不快になるなとか思う方もいるかもしれないんですけど、まあ、実は僕も結構もう、小学生の頃からソフトテニスはずっと真面目にやってまして、まあ、結構いい環境でずーっとやらせてもらってたんですけれども。で、まあ、ソフトテニスが好きだからこそ、まあ、みんなに見てもらいたい、発信源になりたいっていうのが、まあ、一番の目的で上げて
ます。最近はですね、結構上の方たちが今、ソフトテニスを、オリンピック競技にしたいと思い、頑張ってるわけなんですよ。もうみんなが今、ソフトテニスの、人たちが頑張ってるわけなんですけれども、僕が思うに、なんでソフトテニスがこう、メジャーにならないかとか、いろいろ、いろいろなね、いろいろなでも、お金とかも、ね、このメディア性とかもいろいろあると思うんですけど、上の人たちが頑張ってるのは技術をもっと高めようとかなんですけど、僕が思うにやっぱメディア性が一番ですよね。公式と比べられちゃうんですよ、ソフトテニスっていうのは。どうしても、似たようなスポーツ、僕はソフトテニスやってるんで、似てるようでまた違ったスポーツだなとは思ってるんですけど、見てる側が重要なんですね。で、見てる側からしたらやっぱ似たようなスポーツだし、やっぱ公式の方が花があるってなった時に、ソフトテニスがこの公式に勝つには何をしたらいいのかっていうのを考えないといけないと思うんですよ、あいたろは。で、何が違うかって、ソフトテニスっていうのは試合の時シャツを中に入れなきゃいけないとか、靴の、今の中学生で言うと靴のシューズの色が何色とか、いろいろ結構細かい決まりがあるんですよ。ソフトテニスは日本発祥なんでね、礼儀正しさとかそういうのも踏まえて、しょうがないことなんですけれども、正直ちょっと遅れてるのかなと僕は思ったわけです。って考えた時に、公式のエンターテインメントに溢れた番組とかで結構公式は使われてるのに対して、ソフトテニスっていうのは砕けた動画がないわけですよ。今ポケットウィズさんとかの動画が伸びてるっていうのは、今までそういう動画を出してきてないから、ポケットウィズさんの動画があんだけ伸びるんです。もうちょっとで100万再生いくのかな。やっぱそういうのをみんな求めてるわけなんですね。指導動画とかね、ソフトテニスの指導動画とか、試合動画っていうのはいっぱいあります。だからソフトテニスやってる人から見たら、本当にもう興味あるものばっかりなんですけど、逆にやってない人から見たら、本当でもやっぱ興味ないですよね、正直なところ。僕は本当にソフトテニス大好きなんで、もうそういう動画もありがたく見てましたけど、やっぱどうしてもソフトテニスやってない人から見ると、ちょっとどうしてもね、やっぱ興味が湧かないというか。ってなった時に、もうソフトテニスやってない人がどうやったら興味持ってくれるのかとか、これからスポーツを始める子たちがどうやったらソフトテニスに、興味を持ってくれるのかって考えた時に、この YouTube の場はね、すごいいい場所なんじゃないかってね、あいたろは思ったわけですよ。だからまずその、いろいろソフトテニスを使った遊びとか、インパクトのある動画をっていうのに今重点を置いて、あいたろは発信してるわけです。だからソフトテニスのちょっと上の人たちからはもう僕すごい恨まれるかもしれないですが、こんな動画出しやがってみたいな。もうでも関係ない。恨まれてもいい。ソフトテニスをこの世間に知ってもらいたいっていうのが一番の狙いですので。だからもしあいたろの動画を見て、ソフトテニスやってる人で見て不快になるなら、本当申し訳ありませんって言うしかないですね。見てくれてありがたいんですけど、申し訳ありませんしか言えないですね、今は。あいたろはこのスタイルを今変えるつもりはないですの。っていうことを今回お伝えしたかったです。長々とすいませんね、本当に。では、これからもあいたろよろしくお願いします。ソフトテニスの動画だけじゃないんで、あいたろの動画は。たまたま今回ちょっとね、自分のせっかく特技なんで出した方がいいんじゃないかとか周りに言われて、で、結構ちょっと、エンターテインメントに溢れたソフトテニスの動画を上げてる中で、コメントで、普通に打ってるとこが見たいですとかいうコメントがあったんで、今回動画を上げてみました。なので、ぜひぜひ皆さん、これからもよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。